同方、雪国住まいのためバイクは冬眠中なので、ゲームでバイク乗ります。今回はクラシックネイキッドトロフィーを攻略していこうと思います。あれ、バイクがない。もしかして買わないとダメなのかな。ディーラーに行ってみましょう。ウカキと川崎と鈴木がありますね。購入できるのはここにある4台のようです。お金使いたくないな。というわけでクラシックネイキッドトロフィーからは撤退します。後回しにしましょう。アジアモーターフェスト600を先にプレイします。3つともレース形式みたいですね。ただ今までと違うのは 600SS だということ。今までのツースト250とは段違いの性能です。どっちにしようかな。見た目で選んで R6 にしようと思います。 6R の丸っこい顔、レースっぽく感じません？というわけでレース開始です。なんか地面が揺れてますね。ステージの難易度が高そうですね。よし、スタートです。相変わらずスタートダッシュは好調です。でもこの濡れた地面がどう影響するか心配です。ああ、こう影響するんですね。百聞は一見にしかず、体験するのはいいことですね。結構置いていかれちゃいました。ベテランなら追いつけるんだろうけど、私には追いつけないかな。というか、マジで曲がらないんだが。ウェットな路面、こんなに難しいとは思いませんでした。しかも、600SS でパワーもあるから、余計に思った通りに走れないのかも。これは、今までの経験を見直さないといけませんね。スピードを落として、ちょっと内側を攻めるような感じになるのかな。そうしないと、いつもよりアウト側に膨らんじゃいます。ただ、私がいつもバイクに乗っている状況を考えると、濡れた路面でこんだけバイクを傾けられるっていうのはすごいよな。危ないから試しませんが、実際にもこれだけ傾けられるのかな。自分のバイクの限界ってどれくらいなんだろうな。それを知りたくてジムターンしてますが、全然限界まで攻められません。だって怖いもん。転んで肩を折って1週間くらい腕をほとんど動かせなかったのがトラウマです。さて、ゲームの方ですが、もうビリ確定なのでいいでしょう。はいはい、ビリ確定なのでおしまいね。その後も練習を繰り返し、ビリ以外もだんだんと取れるようになってきました。でも、なかなか3位には入れず、ちょっとばかり行き詰まり感がしてきました。しかし、そこでふと思いつきました。バイク買えばいいんじゃね？さっきは買うのを渋りましたが、クリアできないと困るので、バイクを買ってみます。購入するバイクは、川崎の2019モデルの 6R です。パッド色、もとい、ライムグリーンがかっこいいですね。ブラックもあるようですが、ライムグリーンの方が好きです。それじゃ、買いましょう。はい、買いました。忍者の 600SS って地味に排気量が 600cc を超えてるんですよね。普通はレースのレギュレーションを意識して 599cc とかなんですけど、忍者は街乗りのしやすさを選んで排気量を多くしているらしいです。もちろんレース用の 599cc の 6R も存在しています。忍者と YZF のスペックを見比べてますが、速度は忍者、操作と減速は YZF に軍配が上がるようです。それじゃ、おニューの忍者でレースしてみましょう。まあまあ、悪くない感じでした。バイク変えたからといってクリアできるわけではないので、まだまだ練習して入賞を狙っていきましょう。なかなか入賞できないので、マシンのセッティングを変更してみることにします。安定性を犠牲に機敏性を上げてみました。忍者かっこいい。まずはスタートダッシュを切って1位に出ます。問題のない1コーナーです。もう少しインに入りたかったところですが、かろうじてコースの真ん中を走れてます。この先のコーナーも苦手です。ここもなかなかインをつけないんですよね。ああ、追いつかれた。でもなんとか
がれ。はい、こんな機能があったことに練習中に気づきました。15秒くらいだったから巻き戻しができる機能がありました。激ムズのゲームだと思っていましたが、案外優しさに呆れていますね。ゲーム制作者さんの不本意に甘えて、さっきのミスは巻き戻させてもらいました。使いすぎると動画のテンポ的にちょっとよろしくないですが、最終ラップだから使ってもいいよね。これ以上頑張るとゲームじゃなくて不良になっちゃう。もう十分に不良になりつつあるような気がしていますが、疲れが出てきたのかミスが目立ってきちゃいました。また時を巻き戻しちゃいましたが許してくれしや。この時間を戻すと走り始めるときにちょっと違和感があるんですよね。スローで再開するせいかなんとなく操作しにくいです。そして残り少しというところで詐欺に落ちちゃいました。ホームストレートで逆転できるか微妙かな。おお、残りはこの直線だけだ。どうだ、いけるか。やった、ギリギリで追い抜けていたみたいです。初めての2位獲得なので、めっちゃ嬉しいです。よく頑張った私、おめでとう私。リザルト見たら、2位と3位は同タイムじゃないですか。本当にギリギリだったんですね。良い順位でゴールできたので、今回の動画はここまでにしましょうか。そろそろ雪の季節が終わるので、このゲーム動画を続けるかどうかは考え中です。新しく中古バイクを買ったので、こっちの方にかかりっきりになるかもしれません。でも、せっかくここまで練習したゲームを途中で投げ出すのももったいないしな。まだ寒い日は続くので、ここで唐突に終わるつもりはありませんが、まあどうなるかは神のみぞ知る、ということで。それでは皆様、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。